今日は雪が重いってのは本当だな。足が膝まで埋まるぞ。よいしょ。滝まで誰も行かないから全然雪が。よいしょっと。これじゃ滝に着くまで一苦労だぞ。こんな場所に来るやつなんてよっぽどの物好きだな。アンマン？なんでこんなところに。まさか炭の。やっぱりか。カナタちゃん、そこ使って止まらないよ。受け止めてやるからそのまま落ちてこい。わかった。カナタちゃん、ナイスキャッチだよ。ナイスキャッチじゃねえよ。もう何してるんだよこんなとこで。カナタちゃん待ってたの。昨日水汲みに行くって言ってたから。この雪の中待ってたのか。うん、そうだよ。かなたちゃん見つけたから急いで走り出したら転んじゃったの。昨日言ってたいいことってそれか。あ、そうだ、あんまん。ほれ、ここにあるぞ。はぁ、よかったよ。汚れたところはムッキムキっと。その食べ方、俺が教えたよな。違ったか。ううん、そうだよ。カナタちゃんと初めて会った時教えてくれたんだよ。やっぱり。じゃああの夢間違いじゃなかったんだな。夢？ああ、ガキの頃の夢をな。初めて会った時と別れる時だけ。お別れの時は悲しかったよ。泣いてたもんな。カナタちゃんあれから来てくれなかったし。いっぱいいっぱい待ったんだよ。それはその忘れてたし。うん、ごめんごめん。あ、でもそのなんだ、こうやって帰ってきたから。だからと。かなたちゃんお帰りだよ。うん、ただいま。よし、この辺でいいだろう。よっ。あ、冷て。お手伝いするよ。まあ、ダメダメ、危ないから。水の中に落ちたら大変だ。スミノはそこで見ていること。よし、1個目満タン。次のっと。ここの水って村の人は使わないのか。昨日も今日も誰も来ないけど。お水あるから。そりゃそうだな。それに冬はこの辺誰も来ないよ。夏でも雪がちょっと残るからあんまり来ないの。私も絵を描くとき以外はあんまり。え、スミの絵を描くの？下手だよ。でも好き。龍神湖とか滝とか。ちょっと意外。でも龍神湖ってあの殺風景なところだろ。楽しいのか、あんなとこ描いて。夕方とかとっても綺麗だよ。そうなのか。だ、こっちも満タンになったみたいだな。よいしょ。カナタちゃん力持ち。そうでもないんだけどな。すごいお腹の音。お腹減ったの？あんまん食べる？いや、つぐみさんが作ってくれた弁当があるんだよ。銃が3段もある。豪華だよ。ハードな労働をしているからな。これくらい食べないと。お、うまそう。さーて。じーじー。すみの、そんなに見てたら食べづらい。おいしそうだよ。ちょっと食べるか。うん。じゃあこれ箸。なんだよ、睨んで。あーん。え？あーんだよ。つまり食べさせろと。あーん。わかったよ。まったく。ほら。あ、うん、おい
そうか。じゃあ俺も弁当を。お返し。え？かなたちゃん、あーん。って、何万じゃないかよそれ。あーん。時々強引だよな、お前。まったく。あーん。はーい。冷えてて、なんか、でも腹減ってるからうまいや。今度はかなたちゃんがお返し。あーん。また弁当食べるのか？あーん。それだと、スミノは弁当食えるのに、俺はあんまんにならないか？あーん。そんな可愛い顔して。まったく、昼飯はあんまんか。ごちそうさまだよ。結局あんまん3個。もっとあんまん食べたいの？違う、断じて違う。え？まあもういいや、次の仕事に取り掛かろう。まだお水を汲むの？違うよ、今度はスミノの家に行って野菜その他を買うんだ。そうなんだ、毎度ありだよ。じゃあ行くか。せーの。なん？重そう。だからあんまり近づくな。うん、かなたちゃん頑張れ。よいしょ。よっ。かなたちゃん気をつけて。分かってる、この石段が最後の難関だからな。よっしゃ。失敗したよ。大丈夫？痛いところない？ちょっとぶつけただけ。あっ！何？看板曲がっちゃったよ。ああ、この看板まだあったんだ。観光地の神社にならこの手の看板はあるだろ。なんかおかしいのか？うん、あのね、本当の伝説はこんなんじゃないってメイコが。メイコが？どうして？調べたんだって。すごく詳しいんだよメイコ。見てきたみたいに話すの。本当の伝説って聞いたか？とっても悲しいお話。悲しい？あのね、本当は龍神様のお姫様と神社の宮司さんが出会うんだって。それで二人は恋に落ちるんだけど。ん？でもね、違う種族だからね。お姫様は死んじゃったよ。かわいそうだよ。確かに。でもメイコはどうしてそんな話をわざわざしたんだ？こんばんは。ただいまだよ。いらっしゃい。あらま、スミノ一緒だったの？そうだよ。もうダメじゃない、カナタ君はお仕事なんだから。いいんです、結構いい話し相手だから。カナタちゃん優しいよ。そんなうっとりした目で見るなよ。カナタ君、お買い物の目も見せて。用意しちゃうから。はい、これです。ありがとう。かぼちゃが4個にネギが10本。また大荷物を背負うことになるのか。かなたちゃんファイトだよ。おう、頑張るよ。私お茶入れてくるよ、ちょっと休憩してて。そりゃいいや。どっこいしょ。手も腰も痛い。あれ、スケッチブックがある。スミノのかな。へえ、風景のスケッチか。すごくうまいってほどじゃないが、スミノらしい絵だな。
これ、あの滝だな。意外によく描けてる。あれ、これなんだ？服？あ、これウェディングドレスだな。ダメ、勝手に見ちゃ。あ、なんだよ。ダメだよ、恥ずかしいから。なんで？セミノらしい絵でいいぞ。本当？うん。あ、でも最後の方にあったウェディングドレスの絵はなんだ？あれも見たの？うん。見て、なんか思った？え？いや、別に。かなたちゃん、夢で私のこと思い出したって言ってたよね。え？うん。でも、まだ思い出してないことあるよ。なんだ？どんなこと？思い出してほしいな。